トレース仮想研の男、初回の 12.3% から第2話 11.8、 そして第3話では 9.6 と一桁にまでダウンしてしまった視聴率が、この前の第4話では 11.0% と V 字回復で、その要因に関してね、ドラマウォッチャー吉川織部がウェブサイトビジネスジャーナル1月29日付で、突然良質なドラマ化で視聴率急上昇というタイトルでこんな記事を。第4話は錦戸亮が演じる間野礼二の同僚である相良和臣の兄浩二が遺体で発見された事件がテーマとなった。部屋からは犯人に繋がる証拠が一切見つからず、捜査は難航する。マノヤ新人法医研究員の沢口のんなは真相を明らかにしようと独自に科学捜査を続けるが、相良は余計なことをするなと息り立つ。それでもわずかな証拠を見つけるべく捜査を続けていたマノは、遺体が見つかった工事の部屋に飛び散った血痕からついに真相を突き止めたという内容だった。その真相とは、実は浩二は殺されたのではなく、迷惑ばかりかけた弟に保険金を残そうとして殺人を装って自殺したというもの。兄と弟のすれ違いや誤解が悲しい結末を生んだという種明かしも切ないもので、そこそこ泣ける話に仕上がっていた。捜査によって間野は浩二の死が自殺であることを暴いてしまったため、弟に保険金を残そうという彼の思いは無駄になってしまった。さらに浩二が生前に大麻を使用していたことも突き止めてしまったため、警察組織における相良の立場はかなり悪くなってしまったはずだ。だが大麻に手を出していたのは癌の痛みを緩和するためであり、なぜそんなことをしたのかといえば、治療にお金をかけるくらいなら弟に残そうと考えたからだった。治療費より大麻が安いのかどうかは知らないが、今回間野がしたことは相良にとってはまるっきり余計なことであった。そのおかげで相良は退職を決意することになり、結局慰留されたが保険金も受け取ることができなかったはずだ。それだけで終わっていたら少々後味が悪くなっていたことだろう。だが全ての真相を知った相良は吹っ切れたようにサバサバしていた。見ているこちらも救われた気分だ。彼は不器用な言い方で、今回のことは感謝してる、と間野に礼を述べ、続けて、今日飲みに行くんだ、おごってやるからお前も来い、とぶっきらぼうに誘う。間野はマスクで隠れていない目元をわずかに緩め、黙って顕微鏡を覗いた。地味ではあるが、犬猿の仲だった二人の関係が少し修復されたことを示すいい場面だ。鑑定が残っているから、との理由で、間野が結局飲み会に参加しないというオチも良かった。相良はその場にいない間野への軽口を叩きながら、彼のために開けていた席に目をやって優しく微笑んだ。どうやら本来の業務を逸脱してでも徹底的に真相を究明しようとする間野のやり方を少し認めたということなのだろう。典型的な雨降って地固まるパターンである。だからといって急にベタベタ仲良くなるわけではないという絶妙な距離感を保たせたところも評価したい。なるほどね。うん。ちなみにね、間野と衝突しながらもね、徐々に打ち解けてきたように感じる昭和の刑事感たっぷりの虎丸良平を演じる船越英一郎自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、ついにこういう役が来たかと、いつかはやってみたいと思っていたんです。僕も58で実年齢ですからね、きちんと会社勤めをしていたら再来年ですよ、定年。職業人として、一人の男として、人生の岐路が見えている。そこには人生の悲哀があり、それを背負った刑事役は初挑戦です。定年がぶら下がっている刑事像を演じたことはなかったです。でも想像に難いことではないですね。人間が積み重ねてきたものには残念ながらタイムリミットがあるわけで、僕たちも俳優に定年はないにしても一つの役柄を演じるということについては当然時間の限りが見えてくるわけです。僕もまさに虎丸を演じながら現職の刑事を僕が演じる時間もそんなに長くはないのだろうというのを味わっているんです。なのである意味虎丸というのは僕の集大成です。ギラギラした熱血感というのが演じてきた役の共通点だと思います。
非常に大きな熱量を持った刑事像、ヒーロー像をたくさんやらせていただきましたからね。もしかしたら今回の役が僕の最後のスタイルになるような気もします。ふん。ということで、何はともあれ、トレース、科捜研の男、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。